千葉市、蘇我スポーツ公園は、千葉県千葉市中央区にある公園である。施設は、千葉市が所有し、MMT 共同事業体が、指定管理者として、運営管理を行っている。自然災害等における、防災拠点の整備を兼ねる形で、2001年10月に、千葉市によって、蘇我特定地区整備計画が制定された。なお、整備自体は、千葉市ではなく、 独立行政法人都市再生機構が手掛けている。2005年10月に、旧議場を含む一帯で共用が開始された。以降、2008年4月に多目的広場、2011年3月に定休場、2014年4月に第一多目的グラウンド、2015年4月に第二多目的グラウンドがそれぞれ追加共用されている。 指定管理者は施設創設から2015年3月31日まで、清水奥と東洋メンテナンス共同事業体であったが、2015年の契約更新時に2グループから応募があり、選考の結果、株式会社千葉マリンスタジアムを代表企業とする MMT 共同事業体が選定された。2020年の契約更新時には株式会社千葉マリンスタジアムを 代表企業とする SSP ユナイテッド1グループのみが応募し、同グループが選定された。契約期間は2020年4月1日から5年間。遊具広場、駐車場を除き、東京都文京区に本社を置く、福田電子が各施設の命名権を取得している以下の未整備区域について、千葉市は2021年度までに整備する予定である。ありがとうございます。